高校でのいじめや不登校といった問題に弁護士が助言することで早期解決を目指す取り組みが来月から始まります。県教育委員会は、県立高校で起きるいじめなどの問題に対し、弁護士が法に基づき対応し、素早く解決を図るための協定を県弁護士会と結びました。 県教委によりますと県内の公立高校でのいじめの認知件数は増加傾向にあり近年は SNS 上でのいじめや学校と保護者のトラブルが増加したことで生徒指導が複雑化しているということです来月から月に1回要望のあった学校に対して弁護士懇談会を開くほか弁護士によるいじめ予防のための出前講座も行われます 県弁護士会は生徒の利益を大前提に教員の負担を解消し安心・安全な学校づくりに貢献したいということです。